お疲れちゃんです、ロットです。今日はですね、こちらの京介バルーン日記やっていきたいと思います。さあ、久々の京介バルーンですね。これ多分半年ぐらい前ね、半年から1年ぐらい前に、めちゃくちゃ流行ってた日記なんですけども、これも復活しましたよということなんですが、まあアイスイズが、まあ強化されたのもあるんですけど、まあ別にめちゃくちゃ強くなったわけでもないですし、まあでも弱くなってるわけではない。まあただただあって損はないような能力をまあ手に入れたということでね、まあアイウィズの使用率もちょっと上がってますね。まあテスラが下放されて、施設がまあ今ボムだったり檻だったり墓石だったりというところで、まあアイウィズとボムとかアイウィズ墓石、アイウィズゴボールとかのね、まあ組み合わせっていうのも強いので、まあそういったなんかいろんなこう兼ね合いがありね、アイウィズもちょっと今使用率増えてんのかなというわけで、こちらの京介バルーンで今日やっていきたいと思います。さあ、まあ、というわけでやってるんですけど、京介もね、別になんか強いわけでもなく、まあめちゃくちゃ弱いかって言われると、まあどうなんだろうな、中の下か中の中の中の下ぐらいの感覚な気もするんですけど、まあなんかこのデッキはね、完成度が高いです。だから僕はすごいおすすめします。インドラ引いたら励ます。インドラは、もう諦めてください。まあ、なんとかなるっちゃなんとかなるんですけど、激渋ですね。まあ、でもなんかね、ほんと、キョスケの後ろにバルーンつけて、なんかトルネ使ったり、ディガー飛ばしたりなんかしとくと、なんとかなるデッキでね、僕これマジでめっちゃ気に入ってたんですよ。ほんとに半年から1年ぐらい前かな。そう、大会でも使ってましたし、ガチで気に入ってたんですけど、なんでかな？わかんない。キョスケの下方か？なんかいろいろあり環境から消えて、まあ使わなくはなったんですけど、ちょっと今これ使われてるんでね。じゃあ、さすがに使おうかなと思いながらの。さあ、で、アーチャクイの受けって、このデッキまあ見てわかる通りきついんですけど、トルネでやってください、皆さん。アーチャクイがスキル使ってくる瞬間、まあ使われてからでもいいんですけど、トルネで下げてあげれば、透明時間無効化できるんでね。言うの今の端前で受けれればよかったんですけど、私の反射神経じゃちょっと不可能でしたね。いやー、なぜかなー。どうしようかなー。さあ、これもバルーンつけてバチコーン行ってやりてんですけど、どうだろう。いや、バチコーン行きます。で、これ、ペック後ろに下げちゃおう。さあ、キョスケの池もね、相手出さないといけなくて、いろいろね。いやー、なんかペックすごい、なんか、なんとも言えないことになってんだけど、さあ、バチコーン、バチコーン。で、あれこれ、キョスケの爆破当たってますね。で、受けないんで、こんな感じでね、ダークプリンダメージ許容します。はい、まあこれぐらいならいいでしょっていうのでね、まあ何タンクですけど許容します。で、あれはもうボムでいけるんで、さあボム置いてからの、まあなんかええ感じに京介もちょっと置きながらね、さあアイウィズはねファイボで行かれます。そういえばファイボで行かれることには変わりないんですけど、まあほんとなんだろう、京介バルーンっていうか、ここ最近ね僕気づいたことがあって、このクラロワっていうゲームにおいて、バルーンが壊れてます。はい。運営さん、至急下放してほしいんですけど、ね、なぜそう思ったかっていうと、マルチ上位に、こう、安定して、まあ、世界一桁とか、まあ、世界一位とかよりね、なんか取ってるデッキで、バルーンがね、異常に多い。はい。これはですね、まあ、皆さんも聞いたことあるプレイヤーもいるかもしれないんですけど、アナバンっていうね、マジ全シーズン世界1位2位の選手であったりだとか、多分世界1位フィニッシュはね、もう3、4回ぐらいしたことある、ポンペオ選手、まあ、ポンペオバルーンっていうね、デッキとかもありますけども、まあでも、そんぐらいか、まあ、アナバン、ポンペオ、まああとはこう、イゴールだったり、まあ麦とかもね、世界一こう取ってますけど、まあいろんな選手が、まあ、世界一取ってますけど、なんか結構その世界一を、安定して取ってるっていう、まあ、バケモンがいるんですよね。まあ、それがこう、アナバン・ポンペオっていう、まあ、海外のプレイヤーなんですけど、二人ともね、やっぱバルーンなんですよね。それ世界一安定して取るって、まあ、言ったら不可能じゃないですか。この、まあ、相性とかもあったりさ、する、まあ、クラロワにおいて。まあ、何百回かやれば、そうね、何回かはあるかもしれないですけど、やばいじゃないですか、まあ、普通に考えて。で、そういった中で、いや、これやべ。金ギドしてほしい。できてでかーい。これ金ギドできたのでかいですね。鬼強できます、吹き矢。いてー！
さあ、バレバレ枯渇です。まあ、そういった中でこう安定して取れる、まあ、その人の PS が化け物なんですよ。極まってしまってるっていうのも化け物なんですけど、極まったとはいえ、そのね、やっぱ安定して取れてるのはマジ、バルーンと迫撃ぐらいしかないんですよね。そう、まあ、迫撃もな、うまいだけみたいなのがあるんですけどね。僕はだからちょっと、思ってます。バルーンちょっと、怪しいです。皆さん。強いです。バルーンデッキ。っていうのを、さっきふと思っただけです。はい。まあ、どのデッキでもね、まあ、どのデッキも極めてしまえば強いんですけど、やっぱなんて言うんだろうな、もう限界値があるんですよ。それこそ、ロイホグとか、多分ロイホグね、マジここ一緒というか、もうクラロワの5年間の中で、多分ロイホグで世界一位を取った人はいません。あ、それは、ロイホグ使いがいないんじゃなくて、ロイホグを極めたとしても、限界があるってことなんですよ。ロイホグとかよりも、他のデッキの9割ぐらい極めた方が強いっていう、なんかそういうのがあるわけなんですけど、でもそれの極めた数値が、多分バルーンは高いんですよね。多分自然と。いや、これロケ打たれても D が入る。熱い。あ、てかあれだ。バレバレだったらロケットねえわ。お疲れ。神相性来ました。はい。まあこれ、愛別踏んでもよかったんですけど。さあ、これ神相性です。吹き矢は残ってくるか。おい、からの？まあ、ジョスケはね、添える必要もないですけど。添えるか。やべ、これ、ずれても、ずれてねえかった。俺がずれてただけだ。はい。まあ、なんかね、この、相手が、ソラユニットなかった瞬間に、まあ、神相性になるじゃないですか、バルンって。相手が対空少ないとかで。そう、相手が対空少なかったら神相性だし、まあ、なんなら、相手が対空持ってても、ね、最初バルーン隠して、対空裂いたらね、はい、飛ばせば刺されますし、なんか雪玉だったり、リガー削りだったりとか、まあ、いろんな戦い方がやっぱあるんでね。ちょっとクラロワでバルーン強くね説をね唱えたいですね、僕は。だからさっきも世界上位の話もしましたけど、見たことないっすよね。その他だったらなんだろうな、スパーキーで世界1位フィニッシュとかも。そう、今までやっぱあったのはエレジアイ、バルーン、迫撃、ホグとか、まあなんかそういった系はなんかよく聞くっすけど、他はなんかないですよね、あんまり。限られてるというか、よいしょ。なんだろうな、三重詩とか。まあ、ロイジャイはあったな、よく。その辺で、だからね、こう世界一を取る人、まあ、見てみたいっていうのもちょっとありますけどね。まあ、それがまた多分難しいんですよ、もう。よいしょ。いて。さあ、ちょっと、元気出します。ふぅ。とか言って、いや、ちょっと早かったな。スケバレラ近畿とはむずくね。そういうことない。俺だけ。俺最近のウォールブレイカーの近畿とはね、できるようになったんすよね。9割近く。まあ、てか、またバレバレってすごいな。吹き矢偉大だよ、これ。やばいよね。最近のこの俺の動画、吹き矢しかいねえもんだって。やばいよね。吹き矢。吹き矢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 。そう、鬼の休養でいきます。鬼休養で前田が結構攻めたところ、このキョスケの後ろにポーンで、これで終わりです。はい、グッドゲームです。これがねバルーンの強みですね。このボムの位置は釣れません。はい、で吹き矢飛ばして勝てます。こう見るとやばくない？チンパンやないかいっていう。あれ、ちょっと待って、タゲがさあ、まあ、ディガニだけ言ってれば落ちてましたけど、まあいいや。で、これ、アイウィズがね、まあ、今まで普通に低めで受けても対応できたけど、この対応しやすくなったというかね、踏んで。ちょっと使える遅延効果ね。ちょっとだけ使える。さあ、あと185で、今回ではボムだったんでね、まあ、空が薄いよねっていうので、まあ、ノーシバルーン飛ばして、ディガー飛ばして削っていきたいと思います。うん。やばいな、これ。しかも、ボムの爆破とね、かすり傷で吹き矢やれるんで、ね。よいしょ。それ内側です。さあ、ベビードラが最強。で、ベビーでね。はい、ちょっとボム壊します。バルーン飛ばします。で、ディガー飛ばします。
ボムタワーを置きにくいです。空が止まりません。バルーンが強いです。やばいです。まあ、このキョスケの枠とかぶっちゃけね、メガナイトとかまあ何でもいいと思うんですけど、うん、まあキョスケでも悪くないよねっていう。キョスケバルーン組んで、まあなんかユニット来たら全部キョスケに巻き込んで、まあある程度処理はできるんでね。まあたまにミリ残りで結構残ってくるんですけど、まあキョスケはねワンチャン下方じゃなくて情報来てもいいキャラだと思ってるんで、まあ情報来たらラッキーでね、このデッキも結構おすすめですよね。さあというわけで、なんか今んとこなんか勝ってんな。だからバレバレしか引いてねえまであるんですけど、あとはペッカか。まあ結局ね、もうガイモが強いです、このデッキはね。このデッキをガチで使いこなしたいなら、もう残り1分ぐらいまで一生守ってください。一生守って、エリクサー2倍タイム、3倍タイム入って使えるようになってしまえば、もうキョスケバルンディガーでね、もうボッコンボッコンできるんで、一生に持ってください。ああ、これマジさ、もう施設ないタイミングのこの、バルーン結構萎えるんだけどな。いや。せっかく施設があるんで、やっぱ施設プラストルネードで、近距離できるんですよね、バルーンって。そうだから、まあ、せっかくならボムトルネで近起動したいよねっていうので一旦我慢ですね。さあ今回の相手は、まあ、インドラライドラかインドラベビドラのボーラースケラフリーズ、スケラじゃないボーラーバルーンフリーズですね。あれインディ使っていいの？俺さインドラだけがマジできついんですよこれ、このデッキ。まあでも意外とこのアイウィズの遅延とかで戦っていけるもんなんですけど、ここでねインド咲いてくってのは熱いですね。あれ俺の待って、俺のビビドラ待って。やべえ、今日。いかれてんな、プレイ。じゃあ、見なかったことにしてください。勝ったらいい説でやります、今日は。はい。勝てばいいでいきます。許してください。さあ、ちょっと、おしゃれに金起動したいな。あー。いや、いけるんじゃね？いや、そっちじゃないな。俺のしたかったの。俺のしたかったの、そっちじゃないな、ライドラー君。さあま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 あ、ディガーで気づいながら、え逆、いやこれ使っていいな。インドとランバー咲いたらバルーン来ないっすね。まあ今なら来るけど、はい。さあでワンチャンフリーズもあるで、これこの位置のアイズはバルーンも抑えれてインドラも受けれます。最悪今のねバルーンに対処してたらインドラフリーズあったんでね。これ美味しいな、行っていい気がするな。これめっちゃ美味しくない？おい、金起動してるしさ。なんなら、あ、相手もこれでも金起動ですね。仲良く金起動しようやっていう。まあでもこのダメージリーダーはね、悪くないっすよね。まあ、キョスケはね、さよならで出していく。さあ、まあ、こっからですよ。組み合わず大事にね。あれ美味しいな、別に。キョスケのバカで、半分ぐらい削れるよね。言うて半分っていう。ちょっと嫌だけどね。まあこのベビは逆再警戒もしながら、あれだって一旦ステイでいいからね。ガン虫で。まあ、ディガーで一生削っとけばね。うん。よいしょ。さあさあさあ。いや、オッケーオッケーオッケー。いや、怖え、でも。だがしかし怖いよね。うん。まあ、ある程度許容もできると。さあ、これね。しっかりね、警戒していかなきゃやばいですよ。ピューン、おい、まあ、キング起動もしてますしね。さすがに耐えれる。で、相手フリーズ使ったんで、ここチャンスですね。で、D が裏ですね。だからバルーンは後ろに絶対下げられるんでね。いや、しかも、いや、これ、キョスケから行ってほしかったな、相手のインドラ。あ、一発入っちゃった。熱くね？しかもこれ、ダブルバカーで、ティン、ティン。下がらの、インドフリーズだけこれ警戒したいですね。絶対これ狙ってるっすよ。相手。相手の勝ち筋、インドフリーズぐらいしかないんでね。あ、だからランバー咲いたら、もうこれ、合わせて、インドラのサイクルがちょっと相手間に合わないんで、で、陸撃咲いたんで、ウラディガーやりながら。さあ、まあこれはね、俺ぐらいになるとな。あ、待って、俺、やべ、待って、違う、ベビドラ、やべ、聞いて聞いて、誰か。ベビドラいたんだよ、今。で、ベビドラ取るねでダメージ稼ごうと思ったら、いなかった。だから俺は悪くない。俺は悪くないんだ。これね、右なんですよね、正解。いや、怖いよね。怖いよね。と思いながら。
さあ400なんでね、事故ると負けるぐらい、もう事故んないっすねこれは。さあ危ねー、マジで怖かった。ちょっとねプレミが、おちょいコア、ちょいコアボーリー、ちょいコアボーリー。さあちょっと耐えます。さあボムとねー、これバルーン守ってください。あなたバルーン守ってください。ピューン、ちょっと逆線に吸っていきます。いやーでもいいボールですね。さあまあというわけでね、まあ、インドラきついんですけど、まあこうたまたまバルーンちょっと強かったので、勝つことができましたよと。まあ本当にでも守ってしまえばね、後半はマジで強いと思うんですよね。キョスケバルーンディガー一生できるんで、多分このデッキね、環境に多分強いっすよね。多分チャンピオンとかにも、アジャグイも守れるし、ゴルナイも受けれるし、多分チャンピオン機にも強いっていうので、結構あっちデッキっすね。いやもうだからね、バルーンはね、まあ、ズルです。はい。相手対空持ってなかったらもう勝ちなんでね。ズルです。さあ、ナイティー。ないと、マスケラー、なんでもあるな。アチャクイか。なんだ、そんな脳死でアチャクイ出してくることあるね。やばいよね、リスクが。さあ、これ。左やばいっす。バカいかれます。まあ、鬼許容でいきます。で、まあ、金起動して、さあ、アチャクイバルーンですね。アチャクイバルーンナイトタル。マスケバルーンとかの、アチャクイにしたのかな？いや、わかんないけど。わかんないけど。まあ、初手アチャクイ、余裕でやる、逆サイ守れるってことだもんな。対空アチャクイ以外にあんのかな？いや、なさそうですね、この人絶対。多分、ボム撃とかだろうな。よいしょ。いや、この合図ちょっと強いのかな。これ、アイウィズだけで守れそうだな。勇気の。いや、怖えー。怖すぎー。さあ、多分、対空相手、圧着移動施設。あー、テスラとかなのかな。テスラとかだったら結構めんどいけど。さあ、これ、フィジカルおじさん、キョスケゴリラくんで。よいしょ。さあ、タル使ってね。あー、いいタイミングのスキルです。アーチャーか。さあ、アーチャーがいたようです。でも、ベビートラが刺さってんね。さあ、アーチャーとアーチャークですね。アーチャーキッズだ。アーチャーガチ勢だ。いやー、これ拾うか。さあ、まあ、1900は、ぶっちゃけアーチャー着衣で勇気で、まあ、施設あんのかな？わかんないけど、施設があるかどうかで結構変わるんですけど。ないならもう余裕ですね。なかったらいいなーと思いながら。いや、これも美味しいですね。さあ、キョスケ。これだってもう逆サイバルンディガで終わんない？普通に。まあ、同サイでも、あー、これいいですね。しかもこれ、アーチャー出しやすいんじゃない？ベビーも添えてあげてね。いや、いい位置のね、アーチャーですよ。で、雪玉か？さて、お主やるな。お主やりよる。あ、でもバルーンの爆破が入って、いや、多少のダメージ入るの、美味しいね。いや、追いつきました。さあ、一発で追いついた。さあ、ボム置いて、これディガーも処理できて、バルーンも連れて、完璧な美味しいやつだ。相手の勝ち筋じゃん。アチャクイぶっ刺すぐらいしかないっすよね。さあ、まあ、一旦飛ばし毒みたいなとこあるんだね、別に。何来ても。これディガーが削れるんだね、別に。バルーン爆破入ってくれたらラッキーだな、っていう。さあ、爆破入ってくれない。これ踏むのいいな、これ。アイウィズで踏む。ね、今までだったら絶対ないけど。いや、しかもこれ許容できんな。しかも今、雪咲いたでしょ、この人。雪咲いたらもう俺のもんや。あー、これ終わったっすね。相手この賭けのバルーンが来たっすけど。まあ、トルネからの、ボムを置いてあげてね。さあ、アイウィズ入って、グッドゲーム。まあ、なんか普通に勝てましたね。はい。というわけで今日はキョスケバルーンやったんですけど、なんかまあ枯渇がすげえ多かったんで、まあ楽に勝てたもんちょっとあるんですけど、
まあ、普通にチャンピオンの結構メタになると思いますね。キョスケもだし、あとはトルネとか。で、まあ、デッキ完成度も高いですし、まあ、めちゃくちゃ強いデッキで、まあ、俺の好きなデッキっていうね、ただただ、まあ、俺の好みのデッキでもあるんで、まあ、皆さんよければね、ちょっと使ってみてください。チャンネル登録、高評価もお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。